オッケー、いいでしょう。ちょっと草をじゃあ置きましょうか。もうこの辺はねカメラがめっちゃ揺れるんでカットですけどね。よし、とりあえずいいんじゃないか。というわけで、穀物工場、穀粉工場かがねできましたんで、ここに作った大麦運んでみましょうか。じゃあ一旦セーブね。へいへい、詐欺に行くぜ。オーケー。仕事作成、煮詰みと配送を東サイロで大麦を積んで、これか、穀物工場、ここに運ぶ。でそれを繰り返す。はい、仕事作成、煮詰みと配送、東サイロ、大麦、穀物工場を繰り返す。OK、いいですよ。作成、煮詰みと配送、東サイロ、大麦、穀物工場、繰り返す。はい、積んでおります。お、後ろがすごい勢いで迫ってきております。やばいぞ。はい、 OK、 さあ出発いたしました。あ、これ間詰まりすぎかもね。3台目あいつ間に合わないんじゃない？諦めちゃうんじゃない？さて、まあ町の中央の交差点までは問題なく行くと思うんですよ。対向車がね、ていうか一般車両がね、いないんでね。問題はそっからだよね。オッケー。
おお、やっぱでかいな。さあ、到着しました。はい、いいね。なんで木材が置いてあるんだゾーンを抜けて、見下ろしゾーンへ向かいますね。はい、いいですよ。2台目が来ております。さあ、このトラックはここを使うのが初めてですが、 OKOK、 曲がってますね。素晴らしい。さあ、3台目も来てますが、あ、これはまずい。いやいや、これは最悪です。オッケー。一般車両を振っといた方がいいのかな。いつも荷下ろしはできるかな。なんかちょっとずれてんな、こいつ。オッケー。で、出られますか。お？動かないな。ヘルパー雇ったままだけど、こいつはなぜか動かないね。何が起きてるんだろう。動かないな。こいつはなぜか動かないな。トラックによって動く動かんがあるのか。
この白いやつなんで動かなかったんだろうな。やっぱちょっとあの構内のルート計算が複雑すぎるのかな。ちょっとドライバー視点で見てみるか。はい、入ります。何で木材庵のエリア。で、荷下ろし。なんかここでハンドルを切ってんだな。オッケー。まあ問題ないのかな。やっぱこの出るときは怖いな。こいつも、はいはい、出発はできるんだよね。私置いたとことは全然違うとこ走るんだな。こいつなんかここ走るな。まあもしトラックの問題なんだとしたら、ちょっとこのトラックは買い替えるか。入り方はね、全然悪くないんだけど。もうそうなってくるとこの横のガイドのこの縁石いらんかもしれんな。してみるか。多分車体の左側を基準にすると思うんだよね。だからこれなくても多分大丈夫だと思う。ここはまあ一応置いとこうかなと思うけど、やっぱこいつダメだな。トラックの問題なのかな。ちょっと別のトラックにしてみるか。まあ例えばボルボ。
おーおーおお。こいつなんか変なとこ走るな。さあ、こいつ縁石を取ってあるんだけど、どうかな。うん。あ、ちょっとこうアプローチの方向がまっすぐじゃなくなったな。ちゃんと出られるかな。まあ大丈夫か。まあ縁石あった方が若干スムーズだったような感じはするけどな。お、お前ここで引っかかってんだ。なぜ？あれかな？一般車両がいてかわしたことでちょっと軌道がずれたのかな？うん、やっぱり縁石あった方がスムーズだったかもな。そう、見た目的にあれなんだけど、やっぱり男か。オッケー、もう次のやつは。オッケーオッケー、移動中だね。うん、またここ走ってる。君はなぜそこを走るんだい？なんかああいう謎挙動が少ないやつで統一しちゃった方がまあいいかもしんないな。あれ、おお、怖い怖い。うん、遠くから見た時の感じはいいね。でーんってある感じが。さて、うまく動くかな。はい、入り方はいいですよ。ちょっとあそこ若干パワーが足りてないのかな。
オッケー、まあ荷下ろしまではできたね。こっからだよね、問題は。やっぱり縁石あるとまっすぐ入るね。あれ？全部下ろさないのこれ。あ、荷下ろし場がいっぱいになっちゃった。これでは抜けられるかどうかわからないな。どうしよう。で、東サイドに運んでいただいていいですか。まあ一応動くは動くけどね。これどんぐらい入るのじゃあ。あ、でも結構入るんじゃない ?52 万か。で、生産量が60万ぐらいあったから、ちょっと入らないんだ。一旦止めとくか。君も一旦いいよ。大麦穀粉、はい、じゃあこれ作っていただいて、いや一旦ここ置いとこうかな。よし、じゃあ今回はまあこんなとこですかね。ちょっといい感じに入らないな。画面にいい感じに入れられないんだけど。というわけで今回はヘルパー対応の大型の穀粉工場を建てるという動画でございました。ちょっとね、今までやってない感じのルートの作り方をしたので、まあトラックによってはうまく動かないっぽい雰囲気がなくもないですが、まあまあとりあえず動いてるんで、まあよしとしましょう。というわけで今回はここまでになります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、眠たげでした。